はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、ゲームコレクターインプレッションの、方で、サバイビングジアフターマス滅亡惑星、こちらの方をね、10時間プレイを挑戦していく、今回3回目ですね。続きをやっていこうかと思います。ということで、なんか待ってたんだっけいや、ちょっと、もう、そっか。あれだよね。家が足りないんだよね。で、なんだっけ、家が足りないのは、入居者には生活するための住居が必要だ。これ確か、なんか子供が生まれたんだよね、前回。子供が生まれて、どうすんだっけ、子供が生まれてテント作らなくて、これテント作ってたんだよね、確か。テント作るには素材が足りないのか。素材が足りない。リサイクルが足りない。リサイクル？で、時間が進んでなかった。時間が進んでない場合どうすんだ、これ。時間をどうやったら進めるんだ、これ。あれ、時間を進める方法ってどうやんだっけあれ、時間を進める方法は、ポーズメニューじゃないかな。あ、これはあれか。続ける。じゃあ動かないか。で、上を押して、どうやったら進むんだろう、これ。あ、これか。あ、これ、あ、十字。そっか、方向値の左右で時間調整か。で、ちょっと急いでもらおうか。これ、誰か動いてんのかな。リサイクルが動けば、多分すぐ家が建つんだよね。で、あと、前回作業車スロットがどこにあるのかよく分かんなかったんだよ、これ。で、何をどうすればいいんだ？あ、でもリサイクルしてるよね。取ってるよね。作業エリア木材。で、うさぎのシーズン？なんだ、うさぎのシーズンって。違う。あれ？これで。ウサギのシーズンって何よ。ウサギのシーズン、ウサギのシーズン。3人の入植者が新しく作ったウサギ狩り用の罠をキャンプの外に設置したいと言っている。仕掛けはうまくいきそうだが、彼らをコロニーの遠くまで行かせることは危険が付きまとう。罠を使ってみよう。よし、使ってみよう。出発してからしばらくして、帰ってきた一行は、それぞれが2、3羽のウサギを肩に担いでいた。十分な数のウサギが走り回っており、罠もしっかりと作動したような。これちょっと、いい感じだね。家建った？家建たないのか、まだか。あともう少しだな。もう少しで家建つな。あとこっちは、これ家が建ったら次ここができるんだよな、多分。で、かなりスローペースだけど、これは、まだ、あれだよね、スペシャリストが外に行けないんだよね。なんか不満の顔が出たぞ。お、これは？130、家建ってないのか。シャワーを浴びたがってる、この人。あれ、シャワーを浴びたがってる。なんだ、作業場なし、テント、要望を却下した粗末な住居扱いなのか。
とはいえ多分これ家が建たないことには、てか外に行けないとちょっとまだキャンプ生活終われないよな。なんかこっち来たか。140から増えないのか。あ、家がない人はどうにもならないな。この人はなんだ、何が問題なんだ、あれあれあれ、彼は何を運んでんだ。これリサイクルかな。で家建たないしな。どっちも中途半端なんだよな、これ。建築を有す、情報パネル。あー、建築を優先。あ、なんかシャワーやっぱなんか出てるな。ちょっと待って、これを、これを、これで情報パ、あ、これが情報パネルか。で、これで一時停止、建築キャンセル、建築を優先する。あれ？どうなってんだ、これ。あれ？建築を優先する？あれ？建築キャンセルはしない？あれ？どうすりゃいいの？これ。キャンセルって何？キャンセルって。あれ？今キャンセルにしちゃったってこと？これでいいのは優先するだよね。なんでこれできないんだろう。よし。で、シャワーがまだないということを苦しんでる人が何人かいるのか。いや、ここ140だっけ ?149。なるほど。こっちを優先してるから家が建たないのかな。でもリサイクルもっと早くできていい気がするんだけどな。で、どっちにしろ多分この2箇所やってる以上は、あれ、これなんだ？キャンプ場にいろいろとそのものが備わってるけども、で、家がないやつは家がないままだな。え？住居が足りない。水不足。水不足がしてる。ちょっと待って、水不足って水、井戸をもう一個用意すればいいのかな。あれ、井戸どこだっけ。これ井戸じゃないな。これ木材、作業員。あれ下やんだっけ。あれキャンプでさ、何者かがテントで、建設完了テント、OK。で、これが何？水不足？水資源？水資源はあれなんでないんだ？で、この大声でうんぬんって、これをちょっと確認。凹凸の地面。突然ある住居から助けを求める空もった悲鳴が上がっていて、様子を見るために現場へ急行すると、そこで見つけたのは入植者ではなく、床の真ん中に開いた大きな穴だった。どうやら住民が小さな空洞の上に建てられて、地面が陥没して、あれこれ以前なかったっけこんなの。はしごを作ってあげてくださいよ。よしよし。これで解決はして、テントができたから家は解決して、水不足を解決する前にこっちはもうあと 2,3 ターンだね。あと 2,3 ターンで建築が完了するのかな。こいつが来てもう1回かな。65、微妙だな。これ次で74になるパターンのような気がする。でもこれ今多分なんか他の作っちゃうとちょっと足り、あれなんだ？感染症だと？感染症って何？感染症、
あ、違う違う間違えた。感染症でしょ？あれ違う。感染症。あれ？感染、あ、違う違う違う。感染症でしょ？これ、三角か。入植者が主張した、状態異常は、医療テントで治療できる。医療テントが必要なのか。医療テント。医療テント一つ作ってみるか。医療テントね。医療テント。医療テント。これか。ちょっとまだ作れないな。あ、でもいいのか。木材があるうちに作った方がいいのかな。頭がガンガンする。いや、やばいな。異常テント、異常テント。作らせよう、異常テント。異常テント。なんかな、ただなる思いつきでやってたけど。で、こっちが。よし、これが完成すると向こうもタントント拍子に決まるのかな。ということで、なんか不満点がいろいろ出てきた。これなんだ？状況、え、なんか何が起きてんだ、この人。あ、感染2人になったのか。あれ？で、これはできた？まだか。あとは、シャワーか。てか、水どこだっけ？全然、え？井戸どこに置いてんだっけ？井戸。まあ、いや、ちょっと、井戸も作れるのかわかんないけど、これって作れる場所あんの？そもそも。このマップでこれ作れるとこあんのかな？岸なんかどっかにあるのかな？ないよね。もともとチュートリアルでこれ、言われてたけど、岸なんかないよね。ああ、なんか感染してる。やばい、どんどん感染してる。なんだろう。ちょっと待って。建物を、井戸をもう一個建てたりできるのかな。医療支援を求めている。あ、できた。これであれだよね、こいつらをなんかできるんだよね。ゲートを建てよう。ゲート建てたよね。あれゲート建てたんじゃないのね。申請ゲートを再建、これか。ワールドマップが利用できるようになった。これでスペシャリストを広大な世界に散策できる。良くも悪くもゲートの再建はすぐに周知される。善良な者、絶望した者、詐欺師、そして破滅を望む者、いろいろな者たちが訪れるだろう。入植者をゲートに配置するか、スペシャリストを近づくを付近に配置して襲撃から身を守れ。入植者をゲートに配置する。でとりあえず誰か配置されてんだよね、これで。対応方法を決めよう。ちょっと待って、これが怪しいな。なんだこれ。生存者集団が現れた。でもこれを入れると、これだけ時間が経って新しい世界ができないなんて不思議だな。まるで全部仕組まれたみたいだ。住居を求めている。
許諾をするんだけども、ただ今家がないんだよ家がないんだよ家建てられんのかなこれ。探索の前にちょっと建物の家をまた、テント、テント、しかも計画性、町の計画性が全くないけどテント、とりあえずテント、でもう一個テント、テントで、なんだ、じゃあ こいつらだ、こいつらをどうするか。科学者が2人、科学者が2人か。なんか来た、ちょっとまたなんか来たよ。何これ、このクエスチョン、何よクエスチョン。新たな臨時入植者がコロニーからそう遠くない場所で車が行き交っているようのを目撃した。何らかの新しい集落があるようだ。友好的なのか敵対的なのか確認してみるのもいいかもしれない。車を、わかんないけど、なんかいっぱい大変なことになってる。水不足は解消されてない。死んでる死んでる、なんか一気に大変なことになってる。ちょっと待って、死んでる、あ、でも死んでるってことは逆に言うと建物は間に合ってるってことかな。で、入所が住所だ、住居が足りない。住居が足りない？でも建物はもう、井戸を作って、で、ちょっと待って、完成、水不足は、ちょっと待って、これが新たな隣人、これどうなってんだっけ？いや、放置しないから、このままでいいか。じゃ、これは待ってて。で、住居者はどうにかなった。で、入植者ヘンリーは、あ、違う、感染ヘンリーは、多分これは、このか、これが、医療テントあるよね。医療テントあるから大丈夫だよね。で、あとは、感染者が戻るかどうかだよな。で、何すればいいんだ、今。で、物を見てると、素材関係、これ、建物、じゃねえや。あれ、これが、これか。これが今、漁をやってて、肉は取れてるんだよね、多分。で、あ、なんかこの辺なんかいる？もう元気になった。あ、動物がいるんだ。で、ん？これなんだ？この範囲は今なんか取れてんだよね、一応。で、リサイクルはまだいっぱい取れてるでしょう。で、これは何だっけ、作業エリア、ベリーが取れてる、 OK。 で、あと何だっけ、これ、あ、なんかこれが何だ、あれ、このドクロ何、ドクロどこ、あ、これが死んでるのか、死んだら死んだままなのか、ちょっとかわいそうだな。で、今ならシャワー作れるのかな。シャワー、あれシャワーってあったっけ、あれ、異常テントですね、あれシャワーってなかったっけ。偵察台、
ベリーの集積、あ、ベリーが取れない、ベリーが取れないとなるとこれはちょっと場所を移動しなきゃいけない。ここでいいんじゃないので、これ死んだ人片付けられないのか。あとは、なんだあれ、シャワーってないんだっけ。複数の入手複数のための簡単に決めてられるが最大の最大極めて低い。あ、じゃないやつ、あれをやろうとしてたんだ。いや、だからまあ、あれ結局シャワーはできないってことでいいのかな。あれ、シャワー、シャワー、衛生って意味ではシャワーはないのか。何から建てればいいんだろうこれ。トイレってないんだよね、まだ多分。トイレちょっと建てよう、トイレ。トイレって近くに衛生的な問題あるのかな。まあ、とりあえず、ほんと全部思いつきで建ててるようなもんだけど、とりあえず、トイレ置いてみた。なんだろうな、このシャワーマークが気になるんだよな。シャワーはあるわけじゃないよね。あ、そうじゃないや、これだ。こっちをどうにか。彼らを何に使うか、ワールドマップへ送る。これか。R2 で、ワールドマップへ送る。あれ？送ったってことなの、ね、今。これで、あれ？三角でしょ？あ、ちょっと待って。あれ？あ、今まで送られたのか。ってことは、もう一個。じゃあ、このケイトをワールドマップに送る。ワールドマップに送るって、ワールドマップ送ったらもう何もしなくていいのかな？で、あとは、ふーんって感じなんだけど、ちょっと待って、今何をやればいいんだろうな。あと、隣人のやつって終わんないのかな？次に発展しないのかな？こいつ。これ何にもないんだよね。これ誰が追ってんのかもよくわかんないんだけど。で、ちょっと待って、有効な、あ、これを、全然今何もできないでいいんじゃん。これ何をすればいいんだ？これ移動しよう。無駄じゃん、これ。あ、ここでいいか。じゃあ、ここ。はい。で、スペシャリスト行動可能。これは、あ、これは今何？行動してないってことなの？これ。
これ何をすればいいの？この人。これを。これで、こうやって、移動先を決めるのか。サトシ帰還。いやいや、帰還じゃなくて、今ここにいるんでしょう。で、こうやってやればいいのかな。で、こいつを例えばここに送ればいいのか。で、なんだっけ。これでもう取るのか。で、何の計画性もないんだけど、やつも一回送っちゃおうか、じゃあ。スッていかないんだよね、これ。ちょっと待ち時間が、なんか出た。そっか、これでワールドマップに行って、これでワールドマップに行って、で、これに指示をするのか。これで、じゃあ、ここ。なんかすげえ怪しいのが出た。これか。で、何を作ればいいんだ。これか。これが必要なのか。これか。これ作ってないから死んで落ちっぱなしになってるのか。ちょっと話した方がいいよね。じゃあ、この辺に。で、わかんないけど、これ砂利道とかって、これ道をつ、あ、獣がゲートをうろついてる、無視はできない。いや、ちょっとこうかな。ちょっと待って、そうじゃない。これか。これを見つけたら、そうか、このゲージの回ってる、消えないまでにやれってことか。獣の侵入、突然変異した巨大な鹿がゲートの近くをうろついている。体高は2メートル、体長は4メートルを超えており、かなり興奮している様子だった。矢で射止めるのが最も安全だが、その前に捕獲できれば肉を無駄なく全て手に入れることができるだろう。矢で、その前に捕獲できれば肉を無駄なく全て。罠にかけると、獣を狩る。どっちがいいんだ、これ。罠かけてみようか。あれ、負傷者が出てる。あれ、負傷者が血が出ている。そうですか。でも、とりあえず多分施設を充実させる。何？フォールアウト。水平線が青から毒々しい緑に変色し、肺が空気に焼き尽くされる、感覚に襲われる。これらは迫り来る危険の兆候に過ぎない。高濃度の放射能は入植者、建物、作物にとっても常に脅威となり、ホールアウトの間、作物は枯れてしまう。ホールアウトが終わるまで新たに種を植えることはできない。放射線障害と水分不足が悪化すると、より多くの人が苦しむことに。枯れる前に畑の作物を収穫しよう。放射線障害に迅速に対応するため、要素材を備蓄しよう。より多くの、医療施設を建てるか、既存の医療施設により多くの作業者を割り当てて患者を助けよう。そっか、今、
今まであの人数増やしてなかったけど、あ、これでも福井一人しかないもんね。だからこうやって開いた時のオプションってところか。で、このオプションってところ、これでこれか。で、ここにこうやって誰かを当てるってことか。で、これでいいのか。なるほど。これが今までや何のことやらって言ったやつか。あー、なるほどね。で、これで、ここにも、これです。情報パネルの操作で、で、こうか。で、ここに人を当てる。まあ、これでしょ。まあ、これでいいや。とりあえず、あとなんだ。あ、こっちは関係ないか。で、で、これできたってことは、これできたってことは、この人どうにかしてくれない？お、よし。どうにかしてもらえそうだ。さて、どうしようかな。この人なんかちょっと怪しいな。なんだ。粗末な住居。住居に怒ってるか。これでも10、あ、でもなんかさっきツリーがどうのって出たなぁ。え？あ、なんか、ここにある。ん？これは？茂み？これはなんだ？ちょっと後でいいや。ベリーが取れない。ベリーが取れないとなると、ベリーが取れる場所、ベリーが取れる場所、はい。で、こういう思いつきでやってるのはダメなのかな？とりあえず。こう線があって、まだ稼働してるよね。ああ、これ埋葬だから関係ないか。あれ、これは人の割り当てないのかな。まあいいや。で、ちょっと家の建て替えみたいなのがやれたらいいのかな。あ、違う、これだ。これを見てなかった。あれ？入植者、え？悪夢を見てる。ちょっと待って。何をしてんだ今。入植者が悪夢を見ていると主張が、これか。ゴーストタウン、最近到着した生存者がゴーストタウンの悪夢に悩まされているという。その土地の住民は全員死亡しており、ここに来る前に、彼は物品をいくつか記念に持ち出した。しかし今自分がそのせいで取り憑かれていると確信し、物品を町に戻すための一行を派遣してほしいと頼んでいる。彼はこの方法でしか霊を沈めることができないと訴えている。目の周りには熊ができていて、今にも混沌しそうだ。現実的な対策を取れんのか、現実的って。
ボスタウン、幽霊が原因ではないことは明らかだ。診療室で、検査を受けた後、かつて、カウンセラーだった入植者がボランティアで彼を助けてくれた。何度か自分の身の回りのことを不安なことを話しているうちに、彼の睡眠は改善されていった。数週間後には悪夢がほとんど見なくなったようだ。喜んだ入植者は助けてもらったお礼にと、町から持ち出した物品と、自分の持ち物を快く渡したということですか。あ、ホールアウトでいきなりホールアウトだよ。これダメなんじゃないの。ちょっと待って、ホールアウトになってもこれうろうろしてると死ぬってこと？ん、彼らは何をしてるの。あ、ここに一人割り当てられるんだ。ここに一人、はい。で、みんな大丈夫なのかな、これうろうろしてて。あ、で、一応なんかいろいろ出てんな。ちょっと待って、フォールアウト、じゃあ、なんだっけ、どのボタンだっけ。一回戻していこうか。フォールアウト、水平線が青から、独特しい、緑に変色し、肺が空気に、焼き尽くされる感覚に襲われる。あ、これさっき見たやつか。はい、フォールアウト、これ消えないので、これ見ても。で、この、もう一個これ。あれ？ちょっと待って、テックツリー。初めてのサイエンスポイントを手に入れた。ずいぶん前に手に入ってたような気がするけど。はい。最初の技術を選ぶことができる。技術の解除には SP と時間が必要だ。予定により、一つのカテゴリーで複数の技術を連続して研究することができる。SP が足りない場合は、SP が十分に蓄えたときに、自動的に予定に合わせて研究が再開される。SP は他の方法でも獲得できる。コミュニティとの取引や、必要な研究を済ました上で、ワールドマップ上に研究拠点を建設するという方法もある。で、どこにあるの？ツリー。ちょっと待って、これ、あれ？ワールドマップ？もしかして。何ですか？びっくりマークついてんじゃん。あれ？何これ、あれ、これ選べないの？あれ？あ、こいつが選べんのか。これが何？いや、もう大丈夫。で、これは？これどうすりゃいいの？これ。これか。これで選ぶのかな？あ、これで終了を見るのか。なるほど。で、これで、これで戻るのかな？え、これで次にどこ行くか、行かなくてもいいのかな？でも、研究する場所。まあ、一回帰還させるか、じゃあ。で、そっか、こっちのカーソルじゃなくて、ここで選ばなきゃいけないのか。で、農場発見した。決定。で、あ、そう、それまたこれ何かできるのかな。で、やっとくか。で、なるほど。で、次は何だっけ。サイエンスポイントだよ、サイエンスポイント。これはサイエンスポイントのチュートリアルが見れるだけなのか、サイエンスポイントに見せてくれないのか。初めてのサイ、違う、テックツリーがどこにあるの、これ。テックツリーはどこにあるんだ、これ。あ、これワールドマップ行ったやつか。Yes. あれ？ Okay. こうか。テックツリーを、テックツリーはどこにあるの？あ、これかな？違う。これか。蓋をして、ここになんかあんのかな？あ、テクスリーあった。よしよし。
で、今選べるのは、これを選ぶんじゃないの？研究。まあいや、とりあえずこれで、やばいじゃん、すごいやばいことになってんじゃないこれ。これテントだとやばいよね絶対。なんかどんどん汚染されてる。なんか出てんの、チュートリアル。大災害、大災害が迫ってくる間に準備をしなければならない。例えば焼却炉を建てて、なんだよ焼却炉必要なのか。野外トイレで入植者の健康状態を改善して、医療テントで様々な健康状態を治そう。焼却炉今から間に合うのかこれ。焼却炉これか、焼却炉。これはこれ、ここにじゃあとりあえず立てとくか。で、これで次に、これか。コロニーの周辺は謎に包まれているが、偵察台を立て霧を晴らすことによって探索範囲を広げることができる。この建物はキャンプ場よりも早く広くコロニーの境界を拡大する。どういうこと？と言いつつ、ゾウイやっぱり近づきすぎた。どういうこと？ワールドマップ、あれこの人何してんの？帰還させなきゃいけないのかな。で、これか。そっか、2回連続でどっか行けないのかな。あれ偵察台を作れんのかな、今すぐ。これか。放射線が、放射線か、か。なんか汚染が増えてる。ホールアウト、これはしょうがないな。多分しょうがなくはないんだろうけど。なんかスペシャルマップの4番目の人がいるのあれなんだろう。生産制限、ちょっと待って、ワールドマップへ行く、来るで、お前も、ワールドマップへ送る。これなんで、こいつなんで4つ目になんかいるの？採用可能。マイナス500。マイナス500って金なんかあるんだっけ？何これ、金？金ってどこにあるの？これに該当する、875か。知らない。とりあえず後回し。あれなんだこれ。ああ、そういうことか。
採用かゲートで待たせるか選ばなきゃいけないのか。じゃあ採用してやるか、とりあえず。よし、入っていった、入ってきた。で、いきなりこいつも、じゃあ、ってなんだ、あれ、こいつも、じゃあワールドマップに、送る。で、ワールドマップ、放射性物質に近寄りすぎた。いや、ちょっと OK。キャンプ場の収集完了。はい。で、で、こいつは帰還か。で、なんだ。はい。あれ？こいつ誰、今誰を選んでるの？ちょっと待って。あれ、ちょっとわかんない。わけわかんないから、一回戻ろう。あれなんだよ、こっちに来た。いやいろいろとわかんなくなってんだけど、ちょっと待って。幸福度が低いのか。で、祝詞、快適さ、娯楽、娯楽はなぁ、ちょっと待って、これが今どうなってんの？これ地上の異常テント増やさなきゃいけないのかな。まあその前にちょっとこっちを見よう。生産制限、生産施設が作る資源には生産制限を設定することができる。制限をかければ保管スペースの節約や入居者を開放してより重要な仕事をさせることができる。でもそんなに今仕事ちゃんと割り当ててないような気がするんで、あとはそういう意味ではいろいろと今作れば、いろいろと物を作ればみんな仕事してくれるのかな。こいつを作るとなんか。狩りってここになんかいっぱい動物がいるからうまくいくわけでもないのか。じゃあこの辺にした方がいいのか。はい。あんまりどこに人が何人ぐらい仕事してるかよく分かってないんだよね、はっきり言って。あ、そういえばこいつどうしたっけ。これで偵察台、人がいるからいいんだよね。で、汚染が4人でしょ。で、ホールアウトどうしたの。ホールアウトでしょ。で、新たなね。何でも来やがれ、何でも来やがれ。
もしかしてこの辺が汚染エリアがあるからここは影響を受けてるのかな、作業エリア、ああこいつのせいなのかもしれないけど、まあいいやいいや。あとはその新たな隣人が全然話が進まないよ、ね、これどうなってんの。いやいや特に何もないのか。そっかそっか、こいつ一人、あれあれ、なんでこいつらここにいっぱなしなの。こいつを、こいつ誰だこれで、あ、そう、これで指定してなかったのか。あ、そういうことか。これで、こうか。で、これ、こっちか。こっちで選ばなきゃいけないのか。で、これでこうか。これでちゃんと動いてくれる？で、あ、カワハギが終わった？カワハギ。カワハギが終わったので、どっちに？サバイバル術。あ、こっちを先にやるか。じゃあなんかすぐ終わっちゃうかと思ったら結構1時間ぐらい粘れてるね。いや、もうだダメだと思うことがあるよ、こともあるよ。なんで誰も汚物を片付けない。片付けてないの、何これ。何、汚物片付けてないってどういうこと。だってここにトイレが あるし、これがこれなんだっけ、焼却炉もあるし、何がなくなった？木造家屋の残骸。木造家屋の残骸ってここか？あ、違うか。どれだっけ？これリサイクルだよな。これか？これは、あるよね。何がなくなった。あれ、ここはまだ果物あるのか。ベリーあるのね。あれ、何がなくなった。多くの資源には、その種類に基づいてそれぞれ別の保管庫に保管される。適切な保管所によって、あ、違う。今なんか違うボタンを押した。で、これで OK。まあいいや、ちょっとこの辺りで一回、ああ、カメラが熱暴走してる。いや、ちょっとここで一回止めよう。
ということでね、前回のプレイの続きやってすぐ終わってしまうかと思ったら意外と持ってたね。フォールアウトってあれ、どうなってるかよくわかんないんだけどね、続きはね、次回ということにします。はい。ということで、この動画に応援していただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。